はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、ハエトリソウに種ができたので採取をしてね、撒いていこうかなと思います。いやー嬉しいですね。4年近く食虫植物やってますけれど、種を作って撒くっていう行為は私は毛線ゴケ以外はやったことなくて、まあ毛線ゴケに関しても、まあ、カペンシスは全然勝手にポロポロ落っこってっちゃって、まあ、種を撒いてる気もしなかったんですけれど、今回は自分で交配をして撒くっていうことですごく楽しみな感じになっております。もしね、交配とか、まあ、未生に関してちょっとでも興味ある方はぜひ最後までご覧になってみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは早速撒いていきたいと思います。はい、ということで冒頭でもお話した通り、私はハエトリソウの種っていうのをね、作ったことないんですよ。一つ理由はいくつかあるんですけれど、やっても無理だった勉強不足ですね。これはやってもできなかった。あとは場所がないここら辺が結構大きな問題だったんですけれど、今回はちゃんと勉強もして、まあ場所もどうにかなんだろうっていうところで試しにねチャレンジしてみた結果、無事種ができましたので、今回はまず種をね、できた種を皆さんにご覧になっていただこうかなと思います。できた種がこんな感じじゃん。わかるかな、ちょっと怖いこれつぶつぶしてるのわかります？ということで種が無事できましたが、まあ、結構ねちゃんと調べたんです。今回も失敗したくないので調べたんですけれども、種にも熟し具合っていうのがあるらしくて、めちゃくちゃちゃんと熟してないといけなかったりだとか、熟しすぎてもいけなかったりだとか、まあ難しいらしいです。未生ね、皆さん簡単にやってますけれど、本当すごいですね私はまだまだ初心者なので、ちょっとうまくいかない部分もあるかもしれないんですけれども、まあものは試しにね、実際に種をまいていきたいと思います。一応ね、何に交配させたかっていうと、ハエトリソウのバリエガーター、まあ斑入りハエトリソウですね。もうだいぶ種作るために体力使っちゃったんで、だいぶ悲しい感じになってますけれど、この後種取って落ち着いたら植え替えしてあげる予定です。あとこの子とファランクスっていう親を一応かけたつもりです。かかってるかは分かりません。もしかしたら自家受粉かもしれないので、まあその時はね、その時でいいと思うんですけれど、まあ大きくなってきたらなんとなく何がかかってたか分かるかなと思います。はい、じゃあ早速ね、種をまいていきたいと思います。はい、ということでまずは種を植える前にすぐね、まけるようにね、用土を準備していきたいと思います。いつも通りですね、鉢底石を入れて、なるべくね、用土の状態を良くしていきたい。で、今回は結構ピートモス量多めの用土、まあ、少し鹿沼と赤玉入れてみましたけど、なんか結構ピート単体でやってる方、まあ水苔でやってる方もいるんですけれど、が多いみたいだったので、ピートちょっと多めで少しだけ砂利のけてあげたって感じの用土にしてみました。まあハエトリソウの赤ちゃんってだけあって、乾燥にはめちゃくちゃ弱いらしいので、怖いですね。はい、用土を入れていきます。いやー、自分のハエトリソウを作るってちょっと夢だったんですけれど、できてるといいなぁ。なんかかっこいいの作ってみたいですよね、皆さんも。ハエトリソウって結構いくつかいろんな種類があると思うんですけれど、皆さんは何系が好きですか？私は結構ワーウルフ系と、言われるやつ。まあ、ミラー系もね、バイオハザードは多分ミラー系ですよね。あれも最近いいなとか思ったりしてるんですけれど、まあ、あと LTC ってあれ何系って言うんですか？ LTC 系なんですかね。トゲが長いやつ、
あれもいいっすよね。とか、まあ、あとは赤系ね。私は赤いのが好きなので基本的に、だから京都レッドとかオールレッドとかめちゃくちゃかっこいいなって思って育ててるんですけれど、皆さんは何系が好きですか？あとは最近斑入りが好きですね、私は当たり前にもうずっと斑入り好きなんですよ。ハオルチャーをやってる時から斑入りが好きで、全部のカテゴリーの斑入りが欲しいです。だからヘリアンフォラは一応ね、フラミンゴっていう斑入りがいて、サラセニアの斑入りはちょっと私まだ出会ったことないんですけれども、この前ね、カクタスさんのオークションで出てましたね。ウツボカズラの斑入りもまだ持ってなくて、まあ、セファロタスとか虫取りスミレとか、モウセンゴケに斑入りってあるのかなまあなんかそういうのを集めていきたい今日この頃でございます。そうこうしてるうちにね、綺麗に用土を入れることができました。基本的にもうね、種まいたら上から水をあげることっていうのは多分ないと思います。流れちゃうからねだから基本的に腰水管理が基本になると思うんですけれども、まあ、ちょっと平らにした方が見やすいかなと思うことで、ちょっときれいめに植えさせていただきました。ではね、早速花茎を切っていきたいと思います。こっちもね、まだもしかしたらできるかもしれないので、ここだけ切っちゃいます。ありがとう。はい、ということで無事取れました。まあ成熟してるかちょっとわかんないんですけれど、巻いていきたいと思います。ちょっともう一回切ろうかなあの毎回言ってますけれど、私手がでかいというか指が太いので、こういうの本当に苦手なんですけれど早速やっていきます。結構吹っ飛んじゃうらしいので慎重に、ちょっと黙りますたぶん落ちた分からないいやーこれは大変だ。ちょっと肉眼で見ながら並べ替えます。いや、これやばいっすねこれね、私目悪いんですけれど、まあ裸眼じゃ無理ですねいや、びっくり、こんなちっちゃいんだ。はい、ということで多分ばらけてます。発芽したらどこにあるか分かると思うので、ちょっとこれでいきましょうかね。続けてこっちもやりたいと思います。まあでもここら辺なんか膨らんでるから、もしかしたら種できてるんですかね。切るの早かったかな。うんまあしゃあない。まあいっぱいあってもね、全部育てられないので、どうせ。じゃあこれも割っていきます。皆さん種どれだか分かります？ここら辺かな、こういうやつ。いやこれカメラじゃ分かんないですね。まあ結構撮れました一応ちょっとこっちも見てみましょうか。熟してなさそうですけど種できてるので、これも撒いときます。
めっちゃあった。はい、ということで巻き終わりました。ちょっと黒光りしてるのわかるかな。これはね、わかんないですよね。まあ多分ね、全部発芽しないと思うし、どうやらハエトリソウは来年の春まで発芽しない子も出てくることがあるらしいので、まあちょっと気長にね待ってみようかなと思います。でもう管理方法としては、あんまり強い光には当てずに、まあ日陰みたいなところで腰水で管理してあげるといいよって書いてあったので、まあ目の届くところでね、腰水で日陰で管理してあげようかなと思います。いや、発芽したら嬉しいですね。発芽したらまたその時に動画撮りたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。あと、なんか発芽に関係するアドバイスとかありましたらコメントで教えてください。まあ、初めてやるのでね、うまくいくといいなって思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はできた種を実際に撒いてみたという動画を撮らせていただきました。まあ、参考になる部分はないんですけれども、まあ、ちょっと楽しみだなとか、すごいなって思ってくれた方はぜひ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、これでね、種作ることはできたので、やっと私も、こう、受粉の仕方がなんとなく分かったので、ちょっと今度はそちらの動画もね、少しでも参考になればと思いますので、まあ、撮れたらなと思いますので、まあ、気長にお待ちください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。